正解ではないね、それではないね。正解ではない。あ、そうでもあるの。そう、磨かれたさが。どうも皆さん、マルチでございます。マイクラの森動画2回目ということでですね、皆さんのまた、チャンネルでも公開されると思いますけれども、2回目やっていきたいということで、はい、一人メンバーいませんね。前回参加していたメンバー一人いませんね。それでは、ここでもやらせていただきます。人生を探せるコーナーイエーイ、はい、見えとるけどな。それでは、3、2、1、ジジーズームしてあげてください。ズームしてあげてください。オプティファイン入ってないかみんな。あそこ、僕の頭の上にいらっしゃいます。今日はね、おしゃれジジーですよ。ね、よろしくお願いいたします。まあ、そんなわけで、じゃあ、エビチリさんの方にですね、ルール説明の方をしていただこうかと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。では、第2回ということで、簡単にルールの方を説明させていただきます。はい、今からですね、この中の一人が出題者となってランダムに出てくるお題に沿ってですね、はい、まあ、建築なのか、うん、アイテムを使うのか自由なんですけれども、とにかくクリエイティブでそのお題を表現していただきます。そして、他のメンバーがですね、何を表現しているのか、お題は何なのかというのをですね、はい、チャット欄で当てていただくという形になります。はい、はい、で見事正解となりますと、出題者とそれから回答者ですね、2人にポイントが入ります。はい、答えられるのが、正解が早ければ早いほど高得点となりますので、うん、いかにね早く当ててもらえるかという競い合いですね。そうですね、はい、そんな形になります。はい、はいはい、スタートするとちょっとずつ減っていくので、正解が出た時点でストップします。で残った、アイテムの個数がポイントとなります。3分間でタイムオーバーですね。ルール説明ありがとうございます。はい、いえいえいえ、ます。結構このお題がですね、かなり難しいやつが3つ出てしまうこともあるので、その場合は再生成しちゃってください。まあちょっと順番にじゃあやっていきましょうか。はいはい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。第2回目です。ではでは、はい、最初の出題、これ噛むな、これ。最初の出題難しい、確かに。最初の出題者、1人目の出題者を、はい、あ、それですね、ね、はい、抽選いたします。はい、この方どうも。わきたー。これでマイグニーが何を作るのかを当てるという感じですね。普通にマイクラのチャット欄でこうタイピングしていただくような形で。うむ、ちょっと待っててね。何かな、何かな、ちょっと待っててね。あ、TMT だけダメ、禁止で。ああ、そうですね。オッケーです。なるほど。今ね、ちょっとブロックを選定しております。ああ、なるほど、なるほど。うん。うわ、難しいな。まあ、いいか。うん。まあ、いい。チャレンジするしかない。決まりましたー。はい、では最初の出題者、マグニーさん、よーい、スタート。しゃあ。お、来ましたね。砂岩の。砂岩？砂岩ですね。砂岩ですね。ちょっと待ってね。考えてる。あ、削った。お、お、顔。お、マグニーの顔や。あー、なるほど。なんだなんだなんだ。正解ではないね。それではないね。正解ではない。ここからまだまだちょっとね。なんだ。今日カンニングしながら今作ってるんですよ、俺の。なるほど、なるほど。そうそうそう。自分の顔は分からへんなって。合ってるこれ。合ってます、合ってます。合ってる。なんだ、これでも。コンクリートパウダーか。いや、これは、何、ブロックを選びミス、ただの。ああ、なるほど、なるほど。で、とりあえず、こんな感じですよね。こんな感じですよね。まず、ここまで来て。はいはいはい。お面、違うな。坊主、カツラ、違うな。非常に難しいんですよ。あ、違うな。まあまあでも、いやいや、違う。いや違う。あのね、もっと、なんていうんですかね、抽象的というかね、そういう。ナポレオンとかそういうふうな、じゃない。あ、ジージ正解。おお。ピーポージージライス。なるほど。はい、よくわかった、これで。すげえ、ありがとう、ジージ。グッジョブだぜ。素晴らしい、268ポイント。おお、やったー。ジージナイス。ジージですね。ジージ強いな、やっぱり。ジージ前髪に隠れてる、前髪に。ジージが冷めて。じゃあリセット。よっしゃあ。消えるんだ。そうなんですよ。消えます。はい、じゃあ声出しでもいいようにする。そうしますか。チャット勢が確かちょっとは不利になってしまうところが。出題者はこの方。お、上政さん。はい。ジェネレータイム。
ジェネレータイム。ジェネタイム。ジェネリック。難しいのこれ。パパに説明しておこう。これ1位になるとね、PR ができるという特典があるんですよね、エビチリさん。え、何の？あ、そうですね。1位になるとですね、うん、まあ、自分の、まあ、YouTube なら YouTube のチャンネルでもいいんですけど、PR を最後にしていただけるという。おお、点付きでございます。あ、チックチックチックダックチックダック、うまいな動き。決まりましたよ。ほらスタートですか。上松さんスタート。よっしゃ、いきますよ。始まりました。緑色の羊毛です。でかそう。あ、どういくわけね。わかったらどんどんチャットに入れていくこと。これですか。じゃあこれ。もうちょっと外れてますね。うん、スイカバー。あら、ちょっと違った。どうかな。階段。違うな。うん。恐竜。草。草。滑り台。滑り台。うん、ちょっと違うね。こんなのすごい発想がないです。滑る。ここ行くと、滑りゲー。なんか、あ、どうしようかな。滑りゲー。滑りゲー。すごいな。ちょっとね、上松さん、ちょっと。あ、スイカバーや。スイカバー言うた。スイカバー言いましたね。言うた、言うたやつ。伸びてるな。伸びてる。あ、正解。おお、止めて止めて。止めます。正解です。ポンズさんすごいね。でも T ほど大きいって何？ T 入ってるから間違いない。か、これ緑色である意味怖かったんだね。あ、そう、すごいね。ということで、ポンズさんと上政さんに305ポイントですね。はい、素晴らしい。早いな。さあ、はい、次行きましょう。あ、押していただいていいですよ。3人目。こちらの方。おー、お出ましたね。あれですね。出ましたね、エビチリさん。見えてね、見えてね。あ、エビチリさん。見えてないですか。そうです、そうです。エビチリさんです。よし、はい、頑張ります。お願いします。ジェネレート。あー、ちょっと難しい。これは難しい。もう無理かな。ちょっともう一回だけ。どうぞ。出してもらいますよ。ポチッ。うわ、なるほどね。なるほど、なるほど。チックダック。チックダック。ああ、なるほど。よし、やりますよ。あ、行くの？行けますよ。ブロックも OK？ ブロックも、まあ、大丈夫です。はい。大丈夫です。じゃあ、押しますよ。はい。エビチリターン。さあ、はい。どっから作るかな、これ。お、石ブロック来ましたね。いやー、でも石だとあれかな。いきなり迷うっていう。難しい。F。お、白樺来た。白樺来た。白樺。家。まあ、家であることは。可能性は高いよな。高いっすね。なんかのコーナーかもしれないね。コーナー。下を壊す。床も。あ、下壊しちゃうとリセット効かないや。まあいいや。破壊神。ずれちゃう。どうがいいのかな。破壊神。部屋の片隅。お？椅子。縦。これね、難しい、難しいですね。なんだろうね。おおおおおおお。映画館。お？おお、ちょっと違うか。両国では、両国に住まい。なんて言ったらいいんでしょうか。面会室。違いますね。ちょっと違うか。これにしてしまうと、日本語訳がしなくて。ね。どうして。取り調べ室。違うな。でもないのね。どうしたらなんだろうな。時間がやばいかな。こう、これがまずいか。これがダメか。普通の。普通のとか言って。普通ので、うんうんうん。あ、これいけるかな。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、こや、違いますね。JP さん来た。JP さんちょっと待ってね。JP さんちょっと待ってね。はい。あー、なるほど。これが使えないか。あ、でもこれ置いといたら。JP さんちょっと待ってや。ちょっと待ってよ。ちょっと狭かった。これ置いといたら分かるかな。ああ、違う。では、違う違う。ね。9。これがある。ああ、出た出た出たら。出るな出るな出るな。出たらダメな。
出るな出るな出たらダメなんです。出させて。こういう感じで。おお。どう表現したらいいのか。あ、これ難しいな。当たる。そうですね。ちょっと怖い感じ。ジージ得意分野じゃない。何何？怖い感じ。これなんですよね。違うなー。確かに怖いなー、テーマとしては。何置いたらわかるかな。これなんですよね、これ。これなんですよね。宇宙さん、残り時間やべえ。やべえっすよね。やべえ。うわ、何やろ。いや。当てたいな。当てたいな。いや、これ難しいな。これはちょっと難しいな、こう、なんて言うんでしょうね。はい。あれなんですよね、ものの名前というよりも、うん、なんていうの、状態というか、あ、なるほど、なるほど。あれだった。はい、これ、監禁です。なるほど。ノーカウントですか？だから、ゼロポイントです、ゼロポイント。3人回って、ね、JP さんが到着いたしました。いらっしゃいませ、JP さん。いらっしゃいませ。見学してルールを把握してもらって、次また収録で参加してもらう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞこちらの方へ。はい、来た。お疲れ様です。今回は JP さん観戦ということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、続いて。続いて、4人目。いきます。はい。この方、ドン。ジージー来た。ジージー来た。いやー、ちょっと、ジージーは難しいのやってほしいな。あ、またそれプレッシャーかけて。ジェネレート。チック、タック、チック、タック、チーン。あ、今ブロック設定中かな。さあ、うなずくでしょうか。いいかな。うなずいたら合図ですよ。うなずいた。じゃあ押すよ。4人目。はい、行きましょう。ジージのターン。行きましょう。ジージよーい。スタート。お早い。早いぞ。木材サクサク並べております。これは床ですね。床かな。床ですよね。うん。バーを作っている。違うか。バー。ジージのバー。和風建築しようとしてたりして。がっつり。いや、分かれへんな、でもな。がっつり建築か。うん。そういうのが出てくるかもしれないんでね。そうですね。できましたね。はい。床を引きました。うん。まな板。なるほど。あ、そう、そう。でも発想はさすが。うん。磨かれた砂岩が並んでいっております。なんか配置に意味があるのかな。あ、そうなんですよ。そこもね、ちょっと考えますよね。ね。こういうちょっと飛んだ。ほう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 。お。あ、違うのかな。え、なんだこれ。ボタンがついた。お。何のボタンがして。お店か。あ、タイピング中。これか。おお、なるほど。お、来た。お、来た。来た。嘘。おお、すげえ。すげえ。よくわかったね。この段階で。スピーカーか。スピーカー。なるほど。へえ。ここあれですよね。黒板にしようか。あ、黒板にするとこ。はい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 、ですよね。それを置くと多分すぐ分かるだろうと思って、あえて最後に回したんじゃないかっていうところまで考えました。すげえすげえぞ。ポイントの方がですね、272ポイント。おお、結構高得点ですよこれ。高得点ですね。完全ファインプレーだよ、上政さん。わあ、あざます。じゃあ作った人がリセットしましょうね。あ、せっかくちょっとこれを消すのは確かにちょっとリセットボタンオン。あ、なんか落ちちゃった。じゃあ行きましょう。はい、この方。おっ、パパ来たよ。頑張ってね。さん、ブルーブルーだね。ブルーですね。うん、この3つのうちから選べばいいんです。はい、もう選んでいただいたら大丈夫です。ジージがチクッとくる。難しい。いけるか。おっしゃ、いけそうですか。お、いけるんやったらブロックもある程度用意してた方がいいかもしれない。早いやん、それ刻みチクタクです。チクタクチクタク16ビートです。オッケー、よっしゃ。みんな、パパ準備 OK だよ。ではでは。ではでは、行きましょう。行きましょう。まさとのターン、スタート。スタート。はい。お、フライング、フライングしましたね。減点、減点20点。お、この石畳が、うん、引かれておりますが、そこから何かを連想できるでしょうか。もう、
そろそろ来るんじゃないかな。床逆に伝えるの難しいですね、床。ちょっと確かにめっちゃ難しい。あ、あかな、まさか、あ、まさか入力早いもん勝ちみたいな。あ、違う、ちょっと違う、違うか、うん、正解ではないみたいだな。チャット見てるパパ？見てる、うん。あ、違うんや。え、違うの？あ、そうかそうか。と、宿宅弟子上政さん。これはなんだ？ね、なんだなんだなんだ。どうかな。発想力、発想力。お？お？また増えたな。これかな？違うな。違う違う違う。あー、考えてはる感じですね、まずは。そう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 、どのブロックを使おうかな、ね、どう表現すればいいのかね。テルマエ。なるほど、テルマエか。いいとこまでは行ってるんだけど、ね、あ、いいとこまで行ってんねや、やっぱり。なるほどなるほど、いい感じの。わかった、これこっちかな。え、どっち、これか、違う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 、じゃあこっちか、あ、それ違かったらいいんですかね、どうなんだろう、え、ん、正解ではない、どうなん、正解ではない、ないんだな、うん、ないのか、細かい、細かい違いのところですね、うんうんうん、うん、もう、うん、まあ、あとはもうでも、近いところを見なる、言えばいいかな、そうですよね、これも数じゃ当たらない、何ができない、違う、違う、ヒントだろ、難しいね、ね、難しい、これ全体ですか、そうです、ああ、なるほど、なんだ、なんで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 男湯なんでそっちローマ字ローマ字スーパー銭湯、違うです、違う、あんま大きすぎるな、大きい、狭めすぎやな、狭めすぎ、狭めすぎ、あ、そういうこと、もうちょっとそっちの広い意味のっていうことですね。ああ、もう単純、単純ですか、うん、単純です、ああ、じゃあ今かぶってます、これかな、そうです、おー、ああ、止めて止めて停止して、ああ、24ポイントでございます、ナイス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 、エビチリとすげーギリギリ、マサトに、マサトパパに24ね、リセットボタンどうぞ。どれ、こちら、これです。こちらです。ご自分で作ったものをご自分で消す。おい、綺麗になりました。じゃあ残されるは、はい、あ、ポンズです。はい、いやいや。ポンズのターンですね。あ、行きました。ジェネレートジェントルマンが行きました。ジェネレートジェントルマン。ジェネレートジェントルが。おお。ちょっと、お。新しいタイプだった。新しい。細かい、芸が細かい。芸が細かいですね。ちょっと下からね、やっぱり、行く感じが。なるほど。チックで竹を持ち替えてるところが、ああ、いい感じです。上政さん、弟子やから行かないと。ああ、行かないと。ああ、行ってください。弟子やったサポート行かない。弟子なんですよ、チックタクの。はい。はい。行きます。チックタク、チック、チックタクマさん。チックタク、チックタクマさん。ボンさんが怖い。斧持ってる。斧持ってる。すげえすげえ。逃げてる逃げてる。怖い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 。あ、うんした。皆さんポンズさん準備 OK でーす。ましたね。じゃあポンズドターン。スタート。ででーん。ででーん。ロックは始まった。サガンですね。サガンが立てたサガンですね。立てだね。サガン。サガン、サガン、磨かれたサガン、磨かれたサガンが、おお、横に、これは、あら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 、調整してる、調整してる、あー、もっと分かったの、その感じ、あ、正解、押して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 、ポチッと、おお、すごい、早い、早い、逆転もあるぞこれ、最速、最速、逆転もあるぞ、あれ私言うたけど、あ、本当ですか、あ、か三人にしますか。ああ、なるほど、うん、そうしよう、そうしよう、今回はそれが一番綺麗だ、300、300、おお、すげえ、374ポイント、エビチリ374、すげえ、手の作り方がうまかったんだよね、ポンズさん、うん、ね、オッケー、それでは皆さん集まっていただいて、はい、あ、そうか、結果発表か、そうです、結果発表ですよ、それでは結果発表結果発表はい、残念ながら最下位がですね第6位268ポイント、あれ
マグニーさんでーす。あらら。がっくし。第5位。5位ですね、なんと。あら、同率。お、同率か。同率第4位が2人おりまして。なるほど、なるほど。なんと。点数が398ポイント。あ。ほう。エビチリと、マサトさんです。だよね、だよね、君たちは同率のはずだから。うん。そういうことですね。真ん中に偉そうに立ってる3人ダメだったということですさあそして、第3位ここから表彰台上がりますからね。あ、第3位でで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 540ポイントジージです。ジージ ー狙ってたんですよ。なるほど、ね、みんなガチでちょっとちょっと悔しがってます悔しがり背中が悔しがってるしょんぼり。これ感情表現のプロなんですよ。いや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 。マジで。さあ、そして第2位。いきましょう。ダン577ポイント、上政さんです。おー、ありがとうございます。勝ったんだよ。悔しい、悔しい。ということで、第1位がですね、はい第1回に続きまして。はい、ポンズさんおめでとうございます。おめでとう、ポンズおめでとうございます。679ポイントですね。679ポイントですね。すげえな、100ポイント差ということで。作るのもうまいし当てるのもうまい、これ間違いないです、ね、素晴らしい、うん、いや素晴らしい、ありがとうございます、うん、おめでとうございます。それでは、第2回マイクラの森1位、またもやポンズさんでした。お疲れ様です。また次の動画で皆さんお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。いやー、悔しい。